ウィーリー・キャッスルはイングランド、ウェストミッドランズ州バーミンガム南西部の住宅地区、ウィーリー・キャッスルにある、城塞化されていたマナーハウスの遺跡。バーミンガム市が所有しており、バーミンガム美術館によって、コミュニティ博物館として運営され、重要文化財建築物のグレード2に指定されており、登録記念物にもなっている。現在残されている遺構は、1270年代に、 サドリー城城主であったロジェドソメリが築いたものと考えられており、その後、中世紀を通してこの館は、周辺の鹿寮場の管理の拠点となっていたが、17世紀半ばの時点で、すでに遺跡特化していたとされ、その後は1930年代まで周辺に農地を構える農場が建っていた。1930年代にバーミンガム氏がこの一帯の土地を入手し、 公営住宅を中心とした住宅地として開発した際に遺跡の名称がそのまま地区の名称とされた。1960年から1961年にかけてウィーリー・キャッスルで発掘調査が行われ、13世紀の木造建造物の遺跡が発見された。この遺跡には相当量の石造の遺構が残されており、 堀の後も毎日公開されている展望台から眺めることができる。近年、文化遺産宝くじ基金、バーミンガム市、イングリッシュヘリテジが資金を提供して、遺構を保全するとともに、遺構のそばに地域教育センターを開設し、学校の校外学習の場や地域住民の集会などが行われるようになっている。遺構の管理は、キャッスルキーパーズと称する。 ボランティアグループによって支援されている。ありがとうございます。